ちは。始まりました。お面を完成させようということでですね、節分前日企画、ここからはお面の色塗りをしていきたいと思います。工程1ではこれお面をですね、お面の周り一輝が作ってくれました。そして工程2で表情をレイナちゃんが作ってくれております。はい、これに色塗りをしていきたいと思います。すごい、なんか後ろが元誰だったのかわかる馴染みのあるあの方です。ちょっと待って、取れそう、大丈夫かちょっと待ってね、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、水つけ足しとこ、今カパって言ったんだけど気にしないでね。そう、あの粘土はですね、作る時って乾燥にだいたい1日ぐらいかけるので、なかなかね3時間だと難しいですね。乾ききらないですね。はい、大丈夫かな、これからやっていくんですけど、ちょっと待ってくださいね、私の手が反応しない。ちょっとスタッフさんにお願いしよう、ごめんなさい。よし、これに色を塗っていきたいと思うんですけれども、皆さん何色がいいです？全体的になんか怖い系でいくか可愛い系でいくか、これで見ると、まあ、ツインテールなので可愛い系かなと思うんですけど、どうですかね違うよそこからですよね、難しい。かっこいい系にしますか、どうしよう。あ、ちなみに絵の具はね、じゃあペンテルさん、懐かしいですよね、いっぱい色があってですね、もう塗り放題ですよ、好きな色使い放題になります。はい、ペンもありますのでバッチリ。ちなみにスタッフさんが作ったのはこんな感じ、すごいお面ですね。どうしよう、どうしよう、今悩んでますね。ちょっと待ってくださいね、今ねコメントをですね、今見れないのですいません、少々お待ちいただきたいと思います。ちなみによれてた、 OK かな、大丈夫ですね。そして下にはですね、ここに大豆とかも、あ、固まってる、ありますね。はい、節分ですからね。どうしましょうか。虹色がやっぱり皆さんいいですか。そうします、ちょっと待ってくださいね。鬼のお面はですね、牙とかもしっかりしているのでバッチリなんですけど、大丈夫かな、皆さん聞こえてるかな、聞こえてる、あ、聞こえてはいるよと、すいません、ちょっと待ってくださいね、どうしよう、どうしよう、色変えね、色何にしようか、コメントを見たいんですけど、まだ見れない。ちなみにこれをかぶったらどうなるか、かぶれんのかな、食べれなかった楽しんでます、あ、ダメだ、あれ大丈夫、後でボンドがあるから後でつけときます眉毛が取れちゃった失礼しました、ごめんなさいスタッフさん。よし、あ、はい、コメント見れました、お待たせいたしました、すいません。ですね、色を決めていきたいんですけれども、皆さん何色がいいですかっていうところからスタートですね。はい、どうしよう、何色にします、みんな何色がいい、赤がいいですか、緑がいい、肌色がいい、新しいですね、
青、レインボー、青が多いですかね今。やっぱり赤か青、空色、ちょっと外して黄色。そう、後半でもね皆さん作るからね。金色でちなみにないわ、金がね元々がそう作れないからちょっと難しい。黄色ならできるんですけど、みんないろんな色描いてくれてる。空色いったれが赤、どす黒い赤か、虹色かな、がいいかなと思ってます。どうしよう、色を作る。よし、そう、赤にしようかな。色作りからですよね。これ結構時間かかりそうですね。ちょっと一回作ってみましょうか。あ、懐かしい。私クレーデコレーションでよくあの粘土はいじるんですけど、色って初めに粘土のとこねちゃうんですよね。一緒に入れちゃうからそこでね調整するんですよ。なので後で塗るっていうことがあんまりないのでちょっと新鮮ですね。半分半分黒いやつ色違い、ちょっと濃い。あ、黒入れすぎたなこれ。あ、でも初めにそう多めに作っとかないと後で足りなくて色違うみたいになったら困りますよね。あ、いい感じいい感じ。こういう色ってどうです、ちょっと黄色いだよ。したら少しだけ明るくなる。全部入れちゃってる出してもらったやつ全部入れちゃって。あ、茶色っぽくなりましたね。ね、ピンク。ただ混ぜたいだけじゃないか説、迷いないですよ、うんうん、これもう二度と作れないからここだけでしか作れないですからね。いい感じじゃないですか。あ、全部入れてるなこういうのやると楽しくなっちゃうよね。でももうちょっと赤系にしたい。これだと今で茶色ですもんね、うん、レンガっぽい。もうちょっと赤入れたい。だいぶ出してるけど、なんだトマトとか言わないでそんなこと言わないでなんか手作り感が出てきてますよ。楽しいですよね色作りって、うんうん、あ、ちょっとピンク色っぽくなった。あ、赤くなりましたね。可愛らしくなるかもしれない。ピンクも可愛いかもとか言ってたら悩んじゃうよね。もうちょっと黒いで。よし、これ水を多めにして伸ばす作戦でいこうかな。よし、これ何色ですか。わかんない何色でしょうね。カシス系。確かに確かに。もう少し黄色入れてほしい。あ、黄色ってどこだっけ。あ、もう全部塗りつぶしちゃった黄色黄色入れてほしい。こうやってやっていくと茶色っぽくなんですよね。あ、入れすぎた。あら、入れすぎちゃった。あ、でも手作り感があっていい。そうですよね、たくさん作んないとやっぱり色が変わっちゃいますもんね。吸い取られちゃうからね。あ、明るくなりましたね。よし、これでいこう。じゃあまずはどっからいこうかな。塗っていいです？これで合ってんのかな。
よく言われます、迷いないって。ピピピピピピピ、思ったより茶色だったで、鬼っぽい？鬼ってそう、ちょっとどす黒いイメージあるんですよ。ああ、でも味があるでしょ。あ、いい感じ。そう、メイクしてるんです。ピピピピピ、ほっぺつけてみたこれね、塗りつぶしちゃうからね。あ、やばいぞ、これはなくなってくるかもしれないぞ。ちょっとごまかして伸ばしてみよう。 OK OK、 これはこれでかっこいいていねい、こう目とね、やっぱ肌の間はね、メイクもそうですけど、細かくゆっくりやんなきゃですよね。そう、せっかく今までね、2人が頑張って作ってくれたから、綺麗なのだから、私も綺麗に描く。あ、細いのあるんだった。ありましたね、細いペン使おう。うんうん、良きかな、良きかな。でもこういうお面って作ったことないですね。皆さんあります？節分とか以外でも、もちろんお面職人の方はいつも作ってると思うんですけど、なかなかいらっしゃらないと思うから。濡れた濡れた。途中経過いいね。あ、小学校で作ったことあります？すごい。そうか、あるのかな、もしかしてあるけど忘れてるだけかもしれないですよね。確かに確かに、それあるわ、その可能性ある。そしてね、色が足りないしなきゃいけない。調合できる自信がない。もう何入れたか分かんないからねえ、いろんな色入れたから戻せる自信がないから、ちょっと大事なところ先に塗ろう。この、ね、前の方困ったよ、ね、そう、二度と作れない色ですからね。ちょっと水を含ませて伸ばすしかない、伸ばす作戦。それでも薄くなるんですけどよし、大きいところは、うん、大きいペンで、はあ、ちょっと薄くなってるけど大丈夫。川端さんが見に来てくださった。ちょっと牙が今動いた気がするけど大丈夫かなちょっとね、微動したんですけど。うんうんうん、よし。でも均等に塗っていかないと後で足りなくなって塗り足すときに困りますもんね。作り足したときにね、あれ色違うぜみたいになったら困りますもんね。取れたらどうします？困っちゃいます。二人のね、せっかく頑張ってくれたお面ですから。ちょっと雑になってきたいや、これはもう、ね、血液型のせいにするしかないですね
広いところはね、パーッと塗っちゃいますよね。ちゃちゃんのちゃって、そうだね、やっぱりね、多めに作っとくべきですよね。どうです、いい感じ、バッチリですか。バッチリと言わせたいですかって聞いときながら良き良き良き。あとの色どうしようかね、他ですよね、他のところの色合いも悩みますよね。ええやん、ええやん。これは怖い系の鬼ですね。うん、ここまでは順調、大丈夫。ここまではね。ちょっと足りなくなってきてるんだよね。薄くなってきた、水入れすぎて。まあ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 、まあ、伸ばせば大丈夫、あともうちょっとだから、あともうちょっとだから、頑張って、カスカス頑張れ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 。味わっていい、あ、いいこと言うそうですよね、濃さが違うのも味があっていいよね。出てきそうです、絵本に、昔はあったな、日本昔話のありましたね、鬼よく出てきますもんね。おおお、ちょっと顎色薄くなったけど、ちょっと茶色みたいな違うのつけ足して、あ、色変わっちゃったこれも味です全部味にする。あ、良いです、色塗れました。いや、でもやっぱ当初のドス黒い系いけたので良いかな、ね、大丈夫。よし、ではですね、次に何を塗りましょう。とりあえずペン洗いますか。鼻の穴、鼻の穴はね、もう色決めてるの、水色と白、ちょっと混ぜて、はい、鼻毛ないんですよ、綺麗でしょ、クリアなんです。鼻水ほんまや、確かに確かにそうかも、そうですよね。あ、ちょっと待って、大丈夫、はみ出たけど馴染ませちゃえばいい、よしよしよし確かにそうか、鼻水か、あでも大丈夫大丈夫よ、よし、ここからですね、角どうしようかな、どうします、こんな感じ、はい、なんですけど角は黄色がいい？黄色はね、後で髪の毛つけるんです、黄色つけると思うから、そう、あ、金色の角か、そっかそっか、その手もあったか、じゃあ赤色の
とりあえず金にしよっか。みんな金がいいって言ってるから。そうですね、金色にします。黄色、黄色、金色がないので黄色。そして黄色入れましょう。でもね、原色じゃなくてやっぱちょっと味を出すためになんか色混ぜたいんですよ。そうしよう。ちょっとさっきのお面のね、色が入ってるけど、あ、でもそれはそれでいいですね。なんかぽいぽいね。お、いいじゃないですか。待ってた、こういうの。おうおうおう、なんか混ぜれば混ぜるほど茶色というかね、このお面の色出てくるあ、バッチリですね。ちょっと水入れて、よし、いきますか。原色さんもともと好きなんですけどね。でもね、こういう色を変えた方が味は出るんですよ。原色だとちょっと強すぎるので。そうそうそう、なんといい角ですか。黄金の角を持っている鬼、これはね勝てないですよ、私たち人間も鬼外に出てってくれないかもしれない。鬼は外でできないかもしれない、強すぎて。この生え際、角の生え際ですよね。うんうん、おっとっとっと、綺麗ですよね。なかなかいいセンス、ありがとうございます。皆さんと一緒に作ってるのでですよ。ちゃんと際まで塗って、後ろも塗ります。後ろは大丈夫、前だけいきますか。あ、置くとついちゃうか、そっかそっか、確かにそうですね。そうですね、乾かすついちゃうから。そしてまた角の色が足りなくなってきた薄める作戦を使うしかない。あ、眉毛ちょっと色塗っちゃったけど大丈夫、今日のキーワード大丈夫ですいいですね。眉毛の色も皆さんに聞いてく。ちょっと混ぜよう。ピピピ、うんうん、結構これ重たくて腕痛くなるんですよね。眉毛はショッキングピンクショッキングピンクを作れないですよね、多分。どうやって作るんだろう。いやー、この金色気に入ったわ。よし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 、今ね、今端の方まで、際まで塗ってます。どうでしょうかそろそろ冒険してみるっていうのもいただいてるどうでしょう、木に見える。あ、いいですね。あ、冒険してもいいんですけど、でも何冒険したらいいのかが分かんないどこをどうしてったらいいんだろう。難しいですよね。牙の色を、目の色を
ピンクにするとかですか。あ、模様入れるってありね。あ、今思いついた。じゃあもう決めた。あ、川端さん見てくださってる。ラチオニですよ。ありがとうございます。お米作ってますいい感じですよね。よし、今からね、ちょっと塗っていこうと思います。あ、悩みますね。コーヒーたら猫になっちゃうか、どうする。描こうと思ったけど、ちょっと怒ってるマークみたいな、怒ってるよみたいなやつ。あ、ちょっと違う怒ってるやつを描きたいんですけど、筋、毛みたいになっちゃったわかります、怒ってるんですよこれ。ちょっとイライラ してるよみたいな、怒ってる鬼だよっていうのを伝えたいんだけど。飾ってある。博物館にありそう。大丈夫なんだ。ちょっと強そうに見えてきました。大怪我した。あ、割れちゃった。落として割れたみたいな。反対側にも続けよう。置こうかな、じゃあ。あ、取れちゃう。接着する接着します。あ、粘土でつけますか。そうしよう、それが一番接着しやすいかですよね。ちょっと待ってくださいね。接着しよう。固くなっちゃってる。ちょっと練らなきゃいけないですね。あー、色塗りだけで済まなかった済まなかったよ。どうしよう。少し固まってないとね、なかなか難しいよね。この手がすごいことだ。壁粘土ってこんなになんか色つけましたっけすごいことなんだ。ちょっと待ってね。あ、でも黄色もつくあ、最後に貼り付けましょう。そうしよう、そうですね、これ最後につけよう。そうしますね。そうですね、そうしましょう。まず色塗りに専念することにします。よし、ではでは気を取り直して、ちょっと怒ってる用を増やす。迷いなく。あ、ちょっともうちょっと漫画見とけばよかった。よくありますよね、筋入ってる漫画見とけばよかった。今もありです。はい、今怒ってる系にしました。決してひび割れてるんじゃないですそうじゃないです。迫力、そう、青筋、そんな感じ、そんな感じ。かっこよくなってきた乾燥肌ですわ確かにちょっと乾燥肌っぽく見えなくもない。空気乾燥してるから関東は。よし、ここで続いてはですね、眉毛です。
眉毛どうしよう。黒にします。あ、でも眉毛って毛の色と一緒か。一緒じゃなくてもいいかな。あ、黄色似合うね、この人。この人ってね、あとでこれ黄色にしましょう。眉毛は、そうね、黒にします。うん、黒で、あ、でも黒って混ぜたらどうかな。ちょっと青とか混ぜてます。なんかより濃くなりますよね。あ、かっこいいこの色。ブロウブラック、そうそう、髪の毛の色とかで結構ありますね。あ、でも塗ったらあんま変わんない。もうちょっと青つけよう。透明感が出るんです。あんま変わんないかな。まあいいか、これでいきます。どうでしょう。あー、これ黒ちょっとね、ほかついちゃうともうダメですよね。怖い怖い。細いので描きますか。細いので、やっぱ白いとこあると目立ちますもんね。よし、塗り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 。そしてお得意の伸ばし作戦。石みたい。こういう石落ちてる、よくありますよね。あ、そう、河原に行くとあの端が丸くなってて優しい感じの石がある。おお、眉毛いいですよ。ちょっと白い残ってるわ、ご愛嬌。さあ、そして外れた眉毛。結構足りないですね、色ね、思ったより。多めに作った方がいいですね。ちょっとさやちんに伝えといてください、次やるとき、引き継ぎで。多めに作っといた方が安心だよって。これも OK。 あ、取れてた方が塗りやすい。怪我の巧妙でしたっけ、そういうのって。オッケーオッケー。こんな感じで今強くなってきました。さあ、まだあるんですよ。まだあるんです。白目ですよね、これね。白目は塗らない方がいいのかな。白目は白で塗ればいいのかな。ちょっと水色足して透明感出しちゃう。もう塗ってる。白、水色ちょっと入れて、目、澄んだ目の鬼。白目がで綺麗、充血してないんですよ。あ、でも鬼、そうか、怒ってると充血させた方がいいのかな。ちょっと怖いですよね、その方が。はあ、目澄んでたらダメだわ。そうですよね。あ、でも青色とね、この白入れて、あとで筋描きますか。お得意の筋、そうしよう。乾燥させてから、それがいいんじゃないですかね。白い部分も塗った方がいいんですよね。表面滑らかになるから。うんうんうん。この子目綺麗だな。あ、ちょっと待って。はあ、気のせいですよね。気のせいですよね。ちょっとここ触れるの気をつけよう。気をつけて気をつけて。
こっちの目描くの怖いよ怖いよ怖いよではでは牙に行きますか。牙も金色かね、金色ですね、牙はね。そうします。ちょっと足りないので水入れて行きましょう。よしよしよし、金色。あー、もうちょっと黄色多い方がいいかな。そう、奈々ちゃんとかすごい丁寧だからきっとめっちゃ綺麗に作るんだろうな、ね、時間かけて綺麗に奈々ちゃん作りますよね。よし、ちょっと黄色み多いけどもう少し赤入れて。ああ、そうそう、これよ、これこれですね。うんうん、いい感じ。シューマイ食いたいカレー食べたお腹空いてきました。3時のおやつに食べたい気分ですか。あちょっと待って待って待って、あこれも別で後でつけます。ごめんね、取れちゃった。でも1個目取れた時より動揺はね、まだマシです。大丈夫、これつければいいからね。右側がちょっとこれひどいわ。乾燥で完全にしてないからちょっと取れがちになっちゃう。よし、問題は口。口何塗ろう、何色にします。牙はできましたちょっとなんか壊れすぎてて半分メイクみたいになってますね。あ、色のバランスいいです、ありがとうございます。口ピンク E が多いですね。ラベンダーって作れる紫か、白と紫、そうかそうか、白と紫、ピンク、ラベンダーですかね。口青ざめててもいいかも。じゃあそうしよう、ラベンダー、赤と、ちょっと待って、青でしょ。あ、私ね、ちっちゃい頃絵画教室行ってたんですよ。よくこういうのやってました。ピンクになっちゃった。ピンクになっちゃいましたね。紫ないから青と混ぜてね。そう、懐かしい絵画教室。ちなみにね、美術はね、5しか取ったことないんですよ。これでも。嘘でしょってよく言われるけど。よし、あ、ラベンダーじゃないですか、意外と。あのちょっと青っぽいというか、うん、青目を多いウルベだ。これはキーワーが難しいよね。ビリビリ、だいぶ時間かかっちゃってる、すいません。なかなか難しくてですね。よいしょ、あ、塗れました。いい感じですか。終わりじゃないんだな。これにですね、ちょっと
無理なのでちょっとだけ血を滴らせる感じの怖い感じにしようかな。果たしてこれが、あ、でも同じ色になっちゃった。ごめんと、濃さが違うと大丈夫。どうやって滴るんだろう。なんか、お、来たんじゃないですか。ちょっと口からリアルになって急に怖くなりました。怖い。ちょっと次可愛い系にするんじゃないかな。こう怖いと、おー、なんかリアル、怖いですね怖くなった。思った以上にバンパイアホラー感が増した。確かにそうかも。あと目の細いところ、ちょっと待って、この充血、充血してますね。あー、できるかな。こういうのやりだしたら面白くて止まんなくなっちゃうんですよね。多く描いちゃう。あー、やっぱり青、白い目のとこが青くしたのでその分引き立ちますね。見て見て、怖い、怖くなったね。うんうん。そしてこっちもね、これもですね。そうなんです。どうやって描こうかな、ちょっと待ってください。さて、気をつけてですね。あー、なんか毛みたいののせいでピャーなっちゃった。太くなっちゃったけど、まあいいでしょう。ピピピピ、うんうん、血走ってるとなおさら怖く見える。うん、エンジンかかったはい、血走りました。こうなる予定。そして目の中、これですよね。目の中って一番難しいですよね。ねえ、どうしましょう。黒い、やっぱ黒ですよね多分。目だと青とかしちゃうと急に、あ、え、あり？濃い青はいいかも。濃い青いいかもしれない。お、ありですね。ちょっと黒入れて濃い青。お、そうでした、そうでした、そうでした。置いとかなきゃ。よし、細い目にすると怖そう。猫の目のような感じ。どっちがいいんだろう。わかります。ヤギっぽいってヤ
ぎ、確かにそう言われたらそう見えるかも。全部塗った方がいいかな、どっちがいいんだろう。目の周り黒い、ちょっと輪郭作りますか。お、川端さん、できてきてます。見てください。ちょっと半分あれってなるかもしれないけどいい感じです。よし、目今作ったんですけどどうでしょうか。うんうん、迷いないですね。お、どうです。あ、間違えた、こっちかこんな感じね。いい、これで怖くなりました。これじゃつかないかな。地形用ボンドはダメかな。つけれるかな、ちょっとやってみよう。地形用ボンドでも結構つくと思うんだけど、これで動かさないようにしよう。いいね。こっち入れますかね、ベースのところ。あ、ここが確かに、これちょっと粘土入れた方がいい。ちょっと水ないから、黄色の水で。プニングがね、続出して、続出していますからね。本当はもっとね、こねたりしたいんですけど、手につくんですよ。見え固まっちゃったかな。あ、ありがとうございます。お水いただきました。してます。どうしよう、あともうちょっとで1時間経っちゃうすいません皆さん、お時間をいただいております。これで、これでビビビビ、あ、どうなの、乾かしてからの方がいいのかな。でもちょっとやってみます。待って、黒が乾いてない。角が、この角、金色が大丈夫だよね、私の手。悩む。厳しいですね。動かさないようにするそれが一番なんですけど、まずちょっと待って、黄色、これ直せるかな、どうですかね、ここ直せるかな。それかなんかごまかしに入るか、あ、いいこと、スタッフさんから
教えてもらった。ですね、しましまにしようって言った。そうですね、しましま、しましまにする。そうすると虎っぽくなりそう。なんか見覚えのあるこの色合い。尻尾のように見えてきたね。あれ、なんか変わってきちゃったぞ。左右対称にしたいんですけど、どうですかね。から行こう。この辺り。次はこの辺り。うんうん。変わってきちゃったよ。そういうのちょっとこれでつける、つきますかね。ちょっとトラっぽい。トラが輝きつけたらいいから。スタッフさんからもらいました、ありがとうございます。どうしようかな、ちょっとちぎります。こういう感じですか。お、さあそして怖いよ。こうですね、黒を触っちゃいけません。あと水ついてるからいけそうなんですけど、すごいね。ここから見るとめっちゃ浮いてる。これ層になってんですよね。今日つきましたね。つきました、つきました。気をつけて。よし、ここでちょっと無理せずですね。厚みがね、大丈夫大丈夫、ええやええやん、大きに。肌塗っとこう、本人の生き様。あ、ダメダメダメ、ちょっと待って、ちょっと待って、もう、ちょっと待って、もうよかしいよ。おじさん言う。ここで当たっちゃうからね。そうですよね。でも色塗りたいんですよね。これどうしよう。ちょっと端に見えないように隠しますか。難しいぜ。乾いてないけど、しゃあなしやで。ちょっと色をつけてごまかす。触っちゃいけないですね、もうね。そしてどうやって固めたんだろう。とりあえずこうしますか。
手がねつけれないんですよね。そう、怖いよ。そして黒が黒がいや、こんな感じになってます。お、ティッシュの箱で、はい、ありがとうございます。釣れちゃうか。でもいけそうね。ドキ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 、なんか目ずれてるちょっと待ってそっかそっか、さっきボンドでつけたからねそうですよね、ですもんね。ちょっと 目玉やっぱり潰そう。すいません、変えちゃったその方が力強くなるかもしれない。潰しちゃった。真っ暗にしました。結局青色ですけど。そして髪の毛です。最後の工程、最後の工程なんですけど、さっきリエナちゃんが諦めたんですよね。つけれなかったって言って。どうやってつけたっけ、昔やった気がしますよね。どうやってつけたかしら。なんかとりあえずこうやってつけた気がする。あ、すごい鬼っぽくなりますね。多分いけるいける。ラーメンみたい系統絡まさっちゃった。ささらもさら、ささもさらって知ってます？ささらもさら、ささもさらって知ってますか？ささらもさらです。あれ、これってささらもさら、あの北海道でも江川家だけ、あのね、あ、知らない？こういう絡まったものを取るときにささらもさらって言うと取れるんですよ。そう、知らない、知らない。どうなんですかね、日本語なのかな。これこのままつけていいです、ね、あ、聞いたことない。あれそうなのか。よく言ってます、ネックレスとか絡まった時とか。呪文ですよね。つけすぎた、毛多いわ。ちょっと毛減らしてもよかったかも。あ、絡まさる方言だそうですよね、絡まさるも方言ですよ。さあ、ここで見てください。うわー、毛がすごい鬼らしいね。して、そしてここもね、あのくっつけたところも安定してきましたね。どうです、良い感じにできたのではないでしょうかね。ちょっとイケメンイケメンに見えます鼻水出てんのとか結構やっぱ水色目立ちますもんね。差し色大事。ああ、よかった。でもなんとか完成でいいですかね。完成で。怖いよ怖い、見てください。はい、完成しました。つけるとこんな感じになります。いかがでしょうか。鬼の完成です。バッチリ、はい、できましたね。実に1時間かかりました
色塗りだからもうなんかすぐ終わっちゃうんじゃないかなと思ってたんですけど、そんなことなかったです。あ、これいいですか？ OK で、あ、OK で、OK で、はい、完成です。皆さんお付き合いいただきありがとうございました。これでね、明日の節分ももうバッチリ迎えることができますね。よかったよかった、対策ね、3人で作ったこの鬼、ゆきとえなちゃんとサイアンで作りました。皆さんできました、ご参加いただきありがとうございました。この後ね、あの後半もありますので、ちょっとスケジュール見ていきましょうか。こちら17時15分から川端キャスター、そして20時15分から白井キャスター、21時30分のお時間は、番組内でですね色塗りをしていくと終わんないんじゃない番組内で大丈夫かな終わらないんじゃないだろうか結構ね時間かかるよっていうのはあのお伝えしておいてもらえたらなと思いますはい、ということでね、前半はこのようになりました。皆さんチャットでも盛り上げてくださりありがとうございましたはい、ということで節分前日お面作りでした。ちょっと待って、怖いよ、ちょっと待ってね、ゆっくりで、あ、これ、あ、うん、大丈夫、よし、セーフご参加いただきありがとうございました。それではまたね。